ついてますよ。嬉しいっすね。クラウンの29年11月初年度登録、もうちょっとで30年だったのにって欲しい。もう最終ですかね、鶴ヶ崎社長。最終に近いですね。そうですね、最終の 210AWS210 クラウンロイヤルサルーンのまだ9万4000キロでございます。すごい調子いいです。とかもう悪いとこないです。新決済機とかがついてるので、この辺は決済新というのは分かんないですよね。カードスイカとかのこういう決済できる機械は持ち回りだそうで、お返ししないといけなくなってますので、この辺映さないですね。あ、バキッと割れちゃった。あ、取れちゃった。ダメだね。お名前映りませんよ、しましたんで。すいません。はい。でこれは携帯もつけるじゃなくて、これ Go というアプリだそうですね。アプリの配車システムということになっておりまして、こちらも外してお返しするようになっております。悪いところがよく分かりません。あと後期あんまり乗ったことがないかな。ないですね、うちね。売ったのも前期が多かったんで、とにかく快適でございます。このようにですね。いやー、ハンドルが切れるなぁ。センサーもちゃんとついております。アップカメラの写りも超鮮明。タクシーのメーター 26P はそのままお付けいたしますんで、こちら即戦力仕様となっております。メーター連動の ETC の方も、あ、ドラレコも外します。はい、こちらがメーター連動の ETC でございますね。矢崎製というか矢崎ロゴになってるかと思うんですけども、あ、最後ちょっと洗っていただいたみたいで雑巾がちょっと濡れて入っておりました。ちょっと綺麗に乗られてるのが分かります。情報ナビってこれで分かります。ナビのソフトウェア更新とか見ると分かんないですね。欲しい、まあ、新しい方だと思いますね。そうですね。普通に画面がもうね、現行のソヨタのね、新しいですね。新しいですね。ETC のやつは出ないんですよ。これ純正の ETC ついてないんです。もうタクシー用のメーターでつけちゃってる。新車の場合はですね、純正 ETC が残ってないというのがありますので、今回そのパターンじゃないでしょうかね。そうですね、新車から乗られてる方のは。あ、しかしここまで距離が少ない車、今回のコロナのせいでですね、廃業される方がいる流れもあったりで入ってくるものなどなかなかないです。というのは死んでないですよ。死んだからこの距離でも出てきたんだろうと思うんじゃないですよ。ちょっと理由あって引退される方のお車でございますので、ぜひ、ご検討いただければと思います。シートカバーは革調ですね。革ではないですね、こちらね。合皮でもない、なんとかビニールっぽいですけど、質感は悪くないです。一回降りてみましょうか。鍵も2つございます。トランクも。あります。はい。ちょっと、いただきます。はい、どうも。ありがとうございます。なんか、縄も綺麗でしてですね、今回。タイヤもアドバンデシベルデシベルでございますね。高いんでしょ結構ね。で前がなぜかレグノと、たまたまなんでしょうかね、減り具合で後ろがよく減っちゃうからとか、後ろが減って後ろだけデシベル変えてとか、まあローテーションされてたと思うんですけどね。でも贅沢だよね、デシベルとレグノの前後組み合わせというのも。あとこれもう標準で新車からのオプションでついてるんでしょうからね。後からつけると大変だもんね、これね。ここちょっと擦り傷になってます。コンパウンドでもうごまかしてできちゃうねぐらいですね。
そうですね。でこの辺をちょっと吸っちゃってます。広い何かに、はい、タッチペンでというか見えないんですよね全然。これだと1には辛いですね。またねベンツマニアをくすぐる数字みたいなね。でオートドアもついておりますが、なんでベンが内装茶色系のなんでしょうかね。茶色系のロイヤルサルーンの、うん、でも手すりは黒くなってます。あ、廃墟なんでこれ全部こうつきますからね。雰囲気よく決めたい方にはもうこれですよ。もうめくってもどうせすごいいい状態の布が、布見ると黒ですね。黒蝶グレーとかね、あの初代っていうかね、最初の頃の25年式とかだとこの茶色っぽいのがね多かったですけど、これ元々は黒みたいですね。いい感じです。全部ついてます。全部ついてます。全部、決済金以外もそのままつきます。あ、ちょっと夜明るくなる。これもついてますね。嬉しいです。まあ、揃い揃ってますね。はい。これが、タンク、アイドルストップの時でも、ドアが開閉ができるように、予備でエアを取って、溜めておくところができるんですね、これ。外しても使えますよ。アイドリングの時でしか開かないようにするというパターンで。収納が少し狭くなりますからね。これもすごそうですね。LED 非常灯っぽいな。ああ、まぶしい。まぶしい。あ、すごいこれ。ちょっとうちのレッカーでこれ使わせてもらおうか。これすごいね。コンパクトでいいんで。はい。これはもらいます。もうマニアにはたまんないじゃないですか。これタクシーセンター2009年地図。山奥のちょっとエッチな方の時を思い出します。カピカピな感じのとありますね。昔、うん、山奥でそのカピカピの本をですね幼少時読んでたらうちの兄貴に見つかったことありましてですね、もしかしたらそれ兄貴が捨てたやつだったんじゃないか、次役が思い出されられます。うわカオス、わーちゃんと使ってますね。もう全て使ってますね。いいものをどうでしょうか。もちろん高いですけど、インテリジェントクリアランスの厚木ですね。揃いに揃ってイージーもついてますということで紹介させていただきました。ご興味のある方はぜひご連絡ください。メジロ自動車です。クラウンハイブリッド AWS210、2.5 リッターハイブリッドの個人タクシー94,000キロでございます。まだ実際緑ナンバーついてるんです。今回は自社の方で廃業のお客様の車白ナンバーにお戻しして販売したいと思っております。令和3年11月29日まで車検残っておりますので、今からぴったり10ヶ月、それも乗れちゃうということで、個人タクシーの乗り換えの方にはもう最適な電電東古橋の青帯ついたままでございます。なんとありがたいことなんでしょうね。そんな機能がついているので、9万キロで29年式の11月登録の後期なんてそう出てこないものでございますが、いろいろと前期に比べて新しくなっております。そしてこちらですね、プリクラッシュもついて、クルーズコントロールも1キロごといけます。72、73、早めに押すと5ずつ上がります。これも使いやすい。そしてこちらの LDA 機能、操舵シーンありと書いてありますけどね、この LDA の方の機能もついております。まあ、ふらつきの感知を教えてくれたりですね、まあ、操舵シーンは全部があの完璧とはまだ言えない時代だと思います。トヨタの場合はですね、メルセデスですとだいぶ結構なスピードでもカーブ反応してくれるということなんですけども、トヨタですとやはり、まあ、法定速度以内でかなりいつも走ってるわけじゃないので、そういう問題があるのかもしれないですけどね、はい、しかし調子がいいですよ。もう乗り心地もシートとか見てもらうとですね、こちらもともとはあの 黒のモケットですね、なんですけども、革調のシートカバーが全部に取り付けられていまして、こちらも助手席をシート電動で動かせる、こちらも方向のカバーもちゃんとこの綺麗に取れるやつになってますね。で、
この車、今写ってる写真の中で外されるものがございます。こちらは返さなくてはいけないもの、持ち回りのものでございます。こちらの天気の決済のリーダーですかね。そして、アプリ配車のモブ、そして矢崎のドラレコリースだったりするみたいで、この辺り外しますが、メーターとサインつきっぱなしです。 ETC も連動のつきっぱなしですので、開業したい方、乗り換えたい方ですね、そのままお使いいただけると、まあ、ドラレコも実際はここだけ残して、今個人タクシーの事業者様がついてるのと同じだったら下のボックスだけ変えれば済んじゃうんですけど、一応今回廃業なので、お客様の方が一度戻しするということになります。まあ、これまだ緑ナンバーですけどね、今もう動画上げた頃に連絡いただければまだ緑のままなんで、もうすぐにでも買いたいっていうんであれば、もうカッティングを頼んでパパパッと代替もできちゃうぐらいの素晴らしいお車なんです。この辺本当にもうあれですね、完璧ですね。 6.3 キロで今出てますけど、今からこれでリセットして走ったら結構伸びると思いますよ。反応がそんでいいですよね、シューンと出てくれるんで。はい、プリクラッシュで設定しましょう。今2にしてありますけども、安定してますね。エアコンはもちろんスイングもついておりますし、詳細あのいい付き AC 入れてスイングを入れてですね。もうとにかくコロナのあれがありますから、私も清潔な空間を保たなければならないということですけど、仕切りされてなかったようですね。この辺によくあのマジックテープとか、皆様ですね、いろいろコロナでというか、あのビニールでやってたんですけど、それやってない方だったみたいですね。強制ではないみたいなので、その点でも綺麗でございます。はい、いいですね。特に大きくなることは、まあ、ロイヤルサルーンなんで G とは違って後ろの肘掛けのところのコントローラーとかそういうのはないんですけども、シートが動くとかですね、座面の、まあ、十分の広さと、あとこのモニター、広告が出るモニター、こちらも外されます。こちらもアプリ配車のものとセットのようでございまして、こちらも外されてしまいます。もし今、このような決済機も使われている車からの代替の方は、それをまたそっくり入れ替えというちょっと手間なんですけども、そこだけはお金別でかかっちゃうと思ってください。はい、今80でクルーズコントロール、もう 18.6 とか差してますね。すごい機器ですね。画面自体はアルファードともうほとんど同じような表示ですけど、エンジンも一緒と思うけど、モーター2つ使ってるアルファードとは違って、人って十分にやはり軽いのがありますよね。 17.7 は十分だと思います。75ぐらいで歩いてんじゃなかったでしたっけ。バッテリーがあれば切れる、バッテリーがあればね。EV 走行、あ、今 EV 走行になってますね。はい、今切れました。ちょっと左下の方で画面で見づらかったですけども、今ちょっと上り坂になっちゃったんでかかっちゃいますけど、一回これから落ちるときまた EV の表示見せられるかと思います。お、ハンドルも電動で動く。あ、こんな奥まで行くんだ。行くでしょうか。はい、今 EV になってますね。75で EV、76でも EV、 ママでも金みたいな感じですね。古っ。ママでも金って言った時にみんなね、エアロスミスのママ金通と思い出しましたけどね、全然覚えてない、そんなこと。ということでございまして、今からですね、ちょっとオークション会場に仕入れありまして向かっております。まあ、その間にね、お客さんいたら乗せてみようかななんて思ってます。なわけないですね、安藤がついてないですからね、この車。ただ帯は残っちゃってるので、オークション会場行くとウノなんて結構みんな見られる感じがしそうですけども、ですね、今 19.1 なんて表示になってまいりましたけど、多分これ70キロぐらいの巡航で行くと高速20キロ行けちゃいますね。
コン切り AC ですね、 AC 切りの70キロ巡航の上バンドなんて本当に綺麗に20超えてくるんじゃないですかね。現在夏タイヤですけど、フロントがレグの、後ろがデシベルという素敵な組み合わせになっております。何気にデシベル4本の車ってうちは入ってきたことないかもしれないですよね。静かですよ。とてもいい状態で頼っておりますので、ご興味のある方はぜひ。ただ今回100万以内とかでやってた車なんですけど、今回ばっかりはお高いです。160万円になっちゃうかなというところなんですけど、もしよろしければご検討くださいませ。即戦力のクラウン29年式でございました。ありがとうございました。